ターズとまたコラボして、でこの2人の選手誰か分かります？あのファイターズの2人、ファイターズの2人、うん、どれなの今、ま、イラストでね描かれていた2人、金髪の短髪を言うたらもう、金髪じゃないですよ、正解は伊藤博美投手と野村投手と、というね、この2人なんですよ。こういう、宇宙兄弟のねこちら、コラボの伊藤君と野村君、野村選手が左側で、はい、でそうですね、もうこれ右側が伊藤博美選手、なんでこんな、あそうですよ、これそうですね、でファイターズの方を着ているのが、まあ、そういうことか、そうなんですよ、そうなんですよ、あの宇宙服着てる方が野村君と伊藤君、ね、納得納得だったら分かりますよ分かりますよ、近藤さん説明、ああそうでした、宇宙兄弟の2人がファイターズの日本を着ていると、そうそうそう、交換してるわけですね、分かりますよ、という2人でした、もうまさにコラボレーションコラボですね、まさに2007年からモーニング、野球始まってないのに、オープニングはまたこれ、パリーグ TV の YouTube でまた勃発的な、岩本さんパリーグ TV 意識されますね、いつもね、いやいつもありがたいじゃないですかありがたいですね、本当にね、だって取り上げてもらえるんですよ、本当ですね、こんなに嬉しいこと美味しいことないでしょ、ありがたい時代になっています、